やあやあ、悟空さん。父さんに聞いたらこちらだと伺いまして。ああ、ミスターサタン。ちょうどあんたんことを話してたんだ。すまなかったな。ご飯のためにでっけえ家建ててもらってよ。いいんですよ。ビーデルは私の娘でもありますし。それよりですね、お昼のニュースご覧になりましたか？いや、知らねえけど。あ、そうですか。実はですね、この度私世界平和大賞というのをいただきましてね。世界？ほら、私が世界を救ったってことが続いたじゃないですか。それで特別に賞金をもらったんですよ。1億ゼニー。1億ゼニでもこの賞金は本当はあなたたちがもらうべきだ。それでお届けに。いらねえよそんな大金。まあ、そうおっしゃらずに。オラだけで戦ったわけじゃねえしな。あんただってちゃんとそれなりに戦ったじゃねえか。私はもう大金持ちですよ。ベジータさんにも断られました。まあ、あそこは世界一の資産家ですしね。なあ、1億ゼニーってのは10万ゼニーがいくつだ？え？ 10 万ゼニーがですか？千ですね。千？10万ゼニーが千もか。いや、やっぱいらねえよそんな恐ろしい大金は。もらっておけば。お母さんもお父さんが海王様のところで修行することを許してくれるよ、きっと。そうか。え、でもな。悟空さん、御天君もこう言ってくれてることですし。わかった。じゃあもらっちゃうぞ。本当にいいんか？うん。だったらセキュー。おー、よかった。その代わりといってはなんですけど、このことはくれぐれも内緒に。1億ゼニー、すげえです。